早いだもん。おはようございます。市場を回ってる人の上着の下はだいたいパジャマ。どうも、マキロンです。で、今回なんですけども、皆さんにご報告があります。このマキロンチャンネル、チャンネル登録者数500人突破しました。ありがとうございます。まさかね、こんなド素人の僕が、こんなにもたくさんのね、人に応援してもらえるなんて夢にも思わなかったです。本当にありがとうございます。あとね、来年もね、市場の動画も上げてくんですけども、もしね、こんな魚さばいてほしいとか、こんな動画やってほしいとかありましたら、気軽にコメントの方よろしくお願いします。一緒にね、このチャンネルをより良いチャンネルにしていきましょう。ってことでね、市場を回っていきたいんですけども、今日がね、今年最後の週末ってことでね、多分人も多く来ると思います。そして今日は僕はちょっといろいろ買いたいものがあって、エビとか、まあ正月にね、使えそうなもの。プラス、自分でさばいてね、インスタグラムにあげる用の魚がおれば、買っていきたいと思います。それでは、行ってきましょう。
ほうもう、ひらめI'm gonna go get some more.
ただいま。ってことで今市場ブラブラ回ってきたんですけども、もうとにかくね、嬉しいです。はい。いや、今回もね、ありがたいことにいろんな方からね、お声掛けいただきありがとうございます。こんな見た目してるのにね、声かけていただけるなんて本当にね、奇跡ですよ。はい。ちょっと今クーラーボックスでバタバタ暴れてるんですけども、今回購入させていただいたお魚たちが、マダコ、そしてオニオコゼと赤タチですね。はい。この3種類を買ってきました。マダコはね、正月にたこ焼きパーティーする予定なので、それ用に買ってきました。そしてね、マダコを購入したお店の方からもね、今回初めてお声掛けいただき、すごく嬉しかったです。またこれからもね、お魚を撮影してね、ご迷惑をかけると思いますが、末永くよろしくお願いします。あと今回気になったのが、猫ザメ。猫ザメがめちゃめちゃ気になったんですけども、思わず買っちゃいそうになっちゃったんですけど、ちょっとね、年末さばく魚がいっぱいおりすぎて、ちょっと今回手に負えないってことで、諦めました。普段の僕ならね、さばいて盛り付けて、インスタグラムに載けてると思いますが、ちょっと今回はね、泣く泣く、諦めました。またね、来年もね、いてくれることを祈って、来年を楽しみにしたいと思います。あと今回は、立派なカワハギが結構、いろんな店で並んでましたね。はい。僕は前回ちょっとね、カワハギさばいちゃったんで、買わなかったんですが、今回なかなか、クオリティの高いカワハギがね、ちらほらといたんで、ようやくかと思いましたね。はい。なのでね、まだ明日もね、あるんで、ぜひね、カワハギを買ってね、肝醤油で食べてみてはいかがでしょうか。またね、多分一色魚村は年末ギリギリまでやってると思うんで、明日も時間なくて行けないよって方もね、まだチャンスはあると思うんで、ぜひ一色魚村でお待ちしております。僕はこれで最後かちょっとまだわかんないんですが、まあ時間があったらね、年末ギリギリの市場の動画を撮ってあげたいと思うんで。まあただね、年末はほとんどカニとか、カニしか多分並んでないと思いますね。はい。あと屋台が並んでれるのかな？去年は屋台とか並んでたんですが、今年はどうなるかわかんないですけど、まあね、とにかくめちゃめちゃ楽しいんで。ただね、ちゃんと、防寒とマスク。これは必ず、よろしくお願いします。プラスアルファね、まだチャンネル登録してないよって方、ぜひともよろしくお願いします。それでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。皆さん、良い週末を。じゃあな。